サンパウロ都市圏鉄道会社3000系電車は、ブラジルの電車。サンパウロ都市圏鉄道会社が保有、運用している。1996年に、サンパウロ都市圏鉄道会社へ編入された、サンパウロ州鉄道公社の同地都市近郊区間では、1970年代後半の 1000mm1600mm 期間、平洋化工事の完成に伴い登場した。 5000系電車及び5500系電車が運用されていたが増加する利用者に対して車両数は慢性的に不足しており新たな車両の増備が望まれていた本来これらの不足する分の車両は1980年代までに実行されるサンパウロ州鉄道公社の近代化計画によりすべて導入されるはずであったがブラジルでは同年代後半より経済的に 不安定な時期が続いたことから導入資金の調達を円滑に進めることができず、結果的にその計画は一旦凍結。その後、1990年代にサンパウロ都市圏の近郊電車の運行はすべてサンパウロ都市圏鉄道公社に移管されることとなり、それに先立ち1994年に前述の不足分の車両の入札を実施。その結果、日本の商社、 三井とドイツの電気機器メーカージーメンスの連合が一番札を落札し製造を行うことが決定した。製造数は1編成4両10編成の計40両でドイツ及び日本で製造された部品を使いスロベニアのマリボルにあるジーメンスの車両工場にて車体組み立て偽装が施行された。車体はステンレス構成で片側両開き機四扉である。 前面部分は青色の FRP 素材製。車内は白色を基調としている。座席配置は CPTM 標準のセミクロスシート。ドア上には路線図、端部には車内案内表示機が設置されている。吊り革は設置されていない。制御装置は2レベル PWM の GTO、VVVF インバータ制御、主電動機は カゴカタ三小誘導電動機である。発射時に音階が鳴ることから、トレムミュージカルと呼ばれることがある。台車は SF-5000 系列のものを採用している。台車は固定軸距 2600mm、または 2800mm、車輪径は 850mm で、枕羽根は空気羽根、軸箱指示はコイル羽根で構成される。 最初の4編成が2001年12月24日より運用を開始し、翌2002年の3月6日までに10編成すべてが運用に入った。導入先は、かつてのサンパウロ州鉄道公社南線改め、c 線9号線とサンパウロ州鉄道公社再線改め、b 線8号線であったが、途中で5編成が a 線7号線へ転属した。しばらくは、 以上のように3つの路線で運用されていたが、2016年より順次すべての編成が15線へ転属。その後は一貫して10編成すべてが15線に配属されているものの、車両メンテナンスの外注に関する問題や、インバータ関連の老朽化などが影響し、10編成中4編成が部品取りや故障などの理由で離脱。 残りの6編成は稼働できる状態となっているが、運用数の調整などにより、2021年、現在はすべて運用から外れている。ありがとうございます。